こんにちは、マシバです。2021年に入りましたね。明けましておめでとうございます。自分は今年もゆるゆると創作活動をしていく予定でございます。 YouTube の方もね、今3つ一応チャンネルがありますけども、趣味中の趣味なんでね、まあ気が向いた時にやっていこうと思います。で、今日何をするかっていうと、セルフネイルの動画になります。めっちゃ好きなんですよ、ネイル。簡単なね、なんかシンプルなやつが多いんですけど、なんとなく動画にしようと思ったんで、やっていくぞー。気になる人はね、別におらんかもしれんけど、インスタでちびわし-ネイルタトゥーで検索したらこちら出てくると思うんで、覗いていってくれたら嬉しいです。別にすごい凝ったネイルをするわけじゃないんですけど、まあまずはその日の気分によってどんなのがいいかなって考えますね。で、今回はなんか落ち着いた赤とグレーのネイルにしようと思います。ほんでなんかね、チフレですごいキラキラのね、なんかネイルがあったんで、それを使ってみたいなと思いまして、最後にそれで仕上げたいと思います。まずは全部の指にネイルを塗っていきます。で、一回じゃあちょっと色が薄いので二度塗りしていきます。そしたらね、これめちゃくちゃ綺麗なんですよ。なんかホログラムみたいなのが入ってて、結構光に当てたら青く光ります。これをグレーのとこだけに塗っていこうと思います。ここら辺はもう全部その時の思いつきです。ほんで赤のとこなんですけど、何かアクセントとしてストーンを乗せたいなと思うので、持ってたシールでなんかその貼りたいストーンの大きさにちょうどいい輪っかがあるやつがあるので、それを貼り付けまして、その円のところにね、ストーンを1個ポンと置く感じにしていこうと思います。最後、こちらのトップコートを塗って完成です。見て、めちゃくちゃ簡単だけどすごい可愛くない？結構気に入ってます。なんか全部の指同じ色っていうよりかは、どっか違うようにするっていうのが自分の中では結構流行ってる。以上、こんだけの動画でしたけど、楽しんでくれてたら幸いです。じゃあね。